皆さんどうもどうもよろしく頼むしドラゴン TK です。では本日はちょっとお知らせがございます。明日からね、毎日という火曜日以外投稿してたんですけど、今週に至っては水木とお休みさせていただきます。3日ですね、3日休ませていただきます。なぜかね、先に言わせていただきますと、デジタルデトックスしようと思ってます。しようと思ってますが、しますので、ちょっと3日間ね、お休みしようかなという次第になったわけでございます。もともとね、そういうスマホとか、あまり見んねんけど、iPad もね、見る時間帯を限定してるんですよね。夜だけとか。PC とかもね、それしようかなと思って。なのでね、今回そういうことをね、しようと思ったんで、3日間ね、デジタルデトックスしようと思います。でですね、そのデジタルデトックスをするに、しようかなって思ったきっかけをね、話しておきますと、たまには自分にも休みが必要かなって。たまにね、ほんとたまにですけどね。なのでね、ちょっと今回そういうことを思ってやろうかなと思いました。でですね、その3日間何してんの、何すんのってね、思う方もいるかもしれないから言っておきますけど、本とかね、読むのも好きやし、あと内側から出すためにも詩とかね、書くのも好きだしないものから作るっていうのが好きなんでね、もともとね、そういったことをしておこうかなとは思ってます。でですね、最近そういう活動全然してなかったからね、2ヶ月ぐらいしてなかった2ヶ月ぐらいしてなかったんで、もしね、興味がある方はそのドラゴン TK の X のプロフィール飛んでもらって、そこからね、音楽アカと、ゲーム実況アカっていうのはあるんですけど、日常アカやったらそうあるんですけど、ゲーム実況アカはね、日常アカの方しか貼ってないんで、日常アカの方から飛んでもらったら早いかなとは思うんですけど、そういう活動もしてますんで、もしよければね、あ、こんなことしてるんやって、ね、知ってもらえたら嬉しいかなと思って言ってます昔から10代の頃からね、そういうのに目覚めましてそういうのに目覚めまして、最初はね、単なるね、思いつきだったんですよ。あ、なんかちょっと書いてみたいなっていうきっかけで、そこからね、そういう風にやっていくようになりましたね。現在ではだいぶではないんやけど、ノート3冊分ぐらい埋まってますね、言うにそういうので。でですね、あともう一個ちょっと言わないといけないことがあるんですけど、休日というか、その動画投稿しない日ね、今は火曜日設定してるんですけど、水曜日に変更しようかなと思います。それなぜかね、言っておきますとですね、その動画投稿しないのが火曜日だった場合、自分のそのスケジュールの設定の都合上ね、日曜日が休みになるんですよね。なのでその月曜日をちょっと休みにしたいなっていうね、思いが強すぎて、なぜかって言いますと、ちょっとね、家の中が騒々しくなるっていうね、それがね、あるんですよ。毎回の 月曜はね、なのでそんな感じで、休みが月曜日にしたいから休みって感じ。俺自身のその設定の都合上、月曜日を持ってきたいから水曜日をね、に変更しようかなっていう経緯になりました。そこはね、言っておかないとねと思って、なぜ水曜日になったのかっていうのは、そういう経緯があります。でですね、先ほどのデジタルデトックスの話に戻るんですけど、言ってたかな、ちょっと忘れたんやけど、
今後ね、定期的に行っていきます。2、3ヶ月おきにね、やっていこうと思ってるんですけど、内側からね、ちょっと自分の内側から何か新しいインスピレーションというか、そういったひらめきというか出てきたらいいなと思って、まあダスタウィルもね、まあ瞑想とかも最近してますけども、そういったことをね、やるたびにそういう期間をね、設けようと思っております。現代日本人に足りてないものをゆっくりすることかなと思ってるんで、自分は取り入れようかなと思ってます。皆さんも良ければね、そういう機会を設けてみるといいかもしれませんいいかもしれません。そうできない人も中にはいるかと思いますけどね、まあ、ではご清聴の方ありがとうございました。ではまた3日後お会いしましょう。アリュアリュスグッバイサラバ。